はい、ね、ちょっとこれ見てください。今、サッカーでね、優勝したので、外出禁止令出てるんですけど、全員に外に出ています。になってますね。全員ね、ベシクタス地区の中心に今向かっています。これはね、ちょっと警察も止められないかなと思いますね。ちょっと見てみてください。ちょっと走っていきますね。こんなことあっていいんでしょうかね。本当に今ちょっと、中心街に行ってみたいと思います。ちなみにこの強烈的な熱狂なファンはね、やばいですね。これの向こうに今中心街があるんですけれども、今そこに行けないので大ブーイングが今起こってますね。警察から、警察もいるんですけども、全然もうみんな言うこと聞かないです。ちょっと今逃げたいと思います。警察がねいるので、ちょっと捕まるといけないのでね、はい、逃げたいと思います。はい、今違う方向から来てるんですけれども、ちょっと中心街にやっぱり行けないですね。一気に広がっちゃいますね、これはね。はい、マスクしてる人もいればね、マスクしてない人もいますね。はい、ちょっと今危険な状態です。ちょっと向こうに見えますでしょうか。警察が止めてるんですけど、なんとか行くような感じです。ちょっと、はい、今ベシクタスの中心街に向かっています。ここですね。警察もいるんですけども、
先ほど警察とかいたんですけれど もうこれですね、皆さんがあの目指してるのはこのあれなんですけど、ここが中心になるので、ここでみんなやっぱ撮りたいんです。はい、今えらいことになっています。はい、今ね、火花が散ってあのちょっと私の足に当たったんですけど、全く誰も聞いてないです。警察がね、今あの注意してるんですけれども、はい、チャンピオンになったので、ほとんどの人があの外出していますね。もう今警察も止められようがないっていう感じですね。さあ、勝ち手腕だ。もう全くみんな聞いてないですね。できましたね。はい、皆さん、あのね、ここの場所なんですけれども、以前前回の動画でもね、あの出してる場所なんですね。それちょっと見てもらったらね、通常どんなんか分かると思うんですけども、本来お店開いたらダメなんですけど、今お店がいきなり開き出しましたね。はい、ちょっとね離れたいと思うんですけど、どんどんと人が増えてきましたね。ちょっと今私たち戻ってるところなんですけれども、どんどん人が増えています。最初ね、向こう側なんですけど、あの入れなかったんですけど、今入れるようになりましたね。はい、今警察が今いてるので、そろそろ退出しないとやばいかもしれないですね。はい、ちょっとね、もうかなりすごくなってきたので家に戻りたいと思います。ただね、本来今外出禁止なんですけど、何度も言うように、ちょっと
待ってください。車がすごいですね。これ見てください。本来ね、こういった車も出ることないんですけど、全てのファンの人がね、このベシクタシの地区に集まってきています。はい、ちょっともうお祭りになってますね。はい、ゆっくり行けとね言ってますね。彼がね今止めていますね。という感じでね、終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。